ボス、行くよ。よし、動物病院行くってよ。動物病院。行きましょうか。ね。大丈夫？もう、なんだよ、どうしたの急に。いや、でもこれ、ヘルニアの可能性もあるんよね。高いかな。いやー、困ったね。まだ痛みがあるっつうのは、初期症状なのかな。でも、武士、首？なんかちょっと古いような気がするんやけど、あー。いや、わからん。いや、しとったよ。昨日のかな？うん。うんうん、しとったよ。あ、大量、あ、ちょっと一回トイレ連れて行こうか。ちょっとトイレさ、連れてって。いや、力が入らんのかな？ちょっと一応よ、一応。はい、ボス。いや、トイレの方がいいんやない？家の中の方がいいやろ。いや、動けんけ。いや、動けんけ、連れてってやらな。いや、でも、ちょっと、出してあげて。大丈夫、ボス。とりあえずトイレして動物病院行こうか、ボス。ね。動物病院行こう。もう。とりあえず、レントゲン取ってもらって、ね、行こうかね。ちょっとおしっこしようか。ボス、動くの？動けるね。歩けるなら歩いて行こう。ね。歩けるなら、お、歩ける？歩き出したよ。なんか。そうなの？なんかそっち行ったよ。いや、歩けるんならまだいいんじゃない？どうした？こっちまで急に回してるの、なんか掃除もできてないのに。なんかボスが急に動き出したんやけど。動物園行こうか。ね。また牛、また後ずさりしよう。いや、これやっぱおかしいよね。後ずさりしよう。痛いんね。いや、これ絶対痛いんよね。痛い。大丈夫？顔はでも大丈夫そうな顔しとんやけどね。後ずさりしよう。おかしい。ちょっと、片付けない。なんか物が溢れ返ってんやけど。どうしたどうしたの？乗り出したよ、急に。え、大丈夫なんや。ねえ、乗り出したよ。ねえ。いや、なんか膝の上乗ってきた。ちょっと待って。うん？大丈夫？どうしたん？どうしたん？もうなるやん。なるやん。10時や。5分やん。どうしたんボス？暑いだけとかやないよ。登っても寝れそうになっ
かったよ。でもそうよね、なんかでもこっち膝の上来るんやけど、何しようの、うん、ほら膝の上来るってな、なんなん、結構大丈夫っぽいんやけど。大丈夫じゃないぞ、うん、何膝の上乗っとる。心配かけるなぁ。まあ、年明け余計怖いよね。行こう、動物病院。ね。行くよ。ね。うん、ちょっと。背中、首かなぁ。首、肩、背骨。でも触ってキャンとかないよね。触ってはね、全然腰も痛くなさそうやし、うん、違和感ないんやけど、でも動いた時にやっぱし違和感があるみたいで。なるほどね。足行った方がいい。うん。行くよ。もうちょっと汗を言ってよ、腰。いや、言えんやろ。全く微動だにせんけ、どうしたもんかと思ったけど、やっぱ痛みよな、痛いんやろうな。なんか今は大丈夫そうやけど。だってなんか波があるんよね。うーん。大丈夫じゃないような時と。そうよね。でも明らかに違和感があるけ、おかしいもんね。よし行くよ、動物の行きよボス。とりあえず、まあ、見てもらおう。やっぱね、飼い主の違和感ってこれ大事やけね。飼い主が気づく違和感ってのはなんかやっぱおかしい時やけ。ね、普段と違うけど、よし行くよ。よし、行くってよ。よし、よし、お、大丈夫か？よいしょ、すごい。よいしょ。行くよ。よし、行こうか。ダックされとったらなんか大丈夫っぽいけどな。ダメダメダメ。よし、行くよ。よし、行くよ。ボス、おいで。おいで。行こう。よし、動物園行こう。行くよ。また下がり出したい。ガクガクしよう。いや、後ろまた下がり出した。ボス、行くよ。よし、行こう。大丈夫かな。うん？病院の。なん、うん。え、もっとやろう。大丈夫かな。でもなんか大丈夫そうなんだよね。うん、だってやっぱりグレードがまだ低いけど、なんかなんかのきっかけでなるんかな、こうどんどん悪化していく。まあでも良くなることはないよね。そうね、手術ぐらいしかないから。そうね、良くなる決めつけとるけどね、多分。でもそうかも、やっぱ後ずさりするんだけど。でも手術しとう人結構おるよ、10歳超えても。10歳で、おヘルニア。で、武士くんの時に、それは、うん、鼻が長い。違う、違う、わからん。いや、武士くんのあの時のコメントにめっちゃあった。だけフレブルな。12歳でフレブルかどうかはわからん。担当師はもうおかしいよ、やっぱり。ならすると思う、うん、10歳で。手術？まあまあまあ。9歳、10歳になったら厳しいフレンチブルドッグは。怖い。怖い。まあ確かに。武士は5歳で。ボス。
ス。なんかお座りするのもきついんかな。うん、お座りきつそう。お座りきつそうだね。首がやっぱちょっと上に上がる系じゃないかなって思ったり。腰やけやないん違う。座ったら腰にくるやん。絶対なんかお座りせんもんね。この状況の時、うん、立っとくか。でも横になりたいけどなかなか横になれんみたいな状況よね。ボス、ずっと耳がシュッチュなったよね。きついんやな、やっぱ。うん、どうした？なんだよ、ボス。大丈夫？やっぱきつそう。立っとくのもきつそうやね。